っていうとどうしてもちょっとこう夜のイメージがあったりすると思うんですけど、もうそれはど真ん中として大切なんだけど、そこになかなかこうまだ入れてない人たち、特に子どもとか若い世代の人たちにこの DJ カルチャーの面白さっていうのを伝えたいなと思って今回企画しました。でやり方としてバンライフ DJ カーというのを作ってて、車の中に DJ ブースとかルーフトップにダンスフロア、ミラーボールみたいなのを入れた車を作ってて、これで DJ のみんなと全国に出張するという企画を考えました。どうもありがとう。でも今日やってやっぱ改めて思ったのは、こうみんなと一緒に会話したりとか声をかけてみんなに乗ってもらったりだけじゃなくて、実際に来てもらって触ってもらったりで喋ってもらったりとか、やっぱりこうコミュニケーション取ってで楽しく一緒にパーティーをするっていうのがやっぱりなんか DJ だなっていうのを改めて今日思いましたね。クラブに行き慣れてない方々が多かったと思うんですけど、バンライフの上に乗って踊ってくれたりしてて、すごい楽しかったですね。これパソコンがあればこれがあればもう DJ ができる。これ一般の方がね、こう通るようなとこでこう立ち止まってもらってこう見てもらうっていうのが結構好きで、すごいラブ&ピースじゃないですけど、すごい平和な空間が流れて、やっぱこう DJ をずっとやってるね、身としては次のネクスト世代、ネクストジェネレーションの DJ がやっぱし、我々にとっても必要なと思うので、やっぱこう触ってみてもらうことによって、ね、経験値アップするんで、でもボタンを押した時に音が出た、あの時のこう笑顔っていうのはね、やっぱこう素敵だなと思います。みんな DJ になれるから将来 DJ やってみてね。ただ曲をつなぐだけじゃなくて、はい、曲の速さですね、もうなんか一部の人間だけのものにはやっぱしたくなくて、 DJ ってもうなんだろうな、とても素晴らしい職業だと思ってるので、もっとこう社会的な地位も上げていきたいし、いろんな人にこう DJ ってすごい幸せをみんなに提供してるんだなっていうのをなんか感じてくれたらなと思いながら今日やってましたね。はい、でもう本当最終的にはね、まちびっ子も大人もみんな一つになって盛り上がってたんで、いや最高でしたし、本当こういうクラブ以外のイベントとしてはもう結構理想系の形だったんじゃないかなと。FLX4、初めて触らせてもらって、ものすごいコンパクトで、ものすごく画期的な、DJ コントローラーだと思います。もう本当にケーブル挿したらすぐ使える形だったので、いろいろ戦闘したりとかっていうのなかったので、すごい使いやすかったです。今日 PC で DJ するのは人生で初めてだったんですけど、全然トラブルなく使えました。はい、極力ちょっとデザイン面シンプルにしてったっていう感じがやっぱり一番、デザイン面も好きですし、あとはなんかそのアクセスしやすい感じっていうのもアップデートされてると思うんで、むちゃくちゃ遅い曲とむちゃめちゃ速い曲をつないでも、それをすごく自然にもう自動的にそのミックスしてくれるっていう機能がついてて、いやもうちょっとそれはびっくりでしたね。あとはもうしっかりと普通のクラブにあるすごい機材と引けを取らないぐらいちゃんとしてるんで問題ないんじゃないですかね。DJ のこの力によってみんながこう一体となって盛り上がるみたいな、だからこうまだまだこの DJ の可能性あるなっていうのを思いました。